まずコンセプトより浮かんだのは色だった。現代社会におけるさまざまな問題の根源、それは自分以外に対しての無関心や子供や他者に対しての私物化があるのではないだろうか。親子関係に限らず、現代社会のすべての人間関係において、自分以外の他者を私物化することにより自分の存在価値を見出す人が多くなっているのではないか。インターネットが中心の現代社会では、自分と他者との関係性をどのように築けばよいのかわからなくなってきているのかもしれない。中でもとかく親は子供を私物化してしまうことに陥りがち。また対極にあると思われる他者に対しての無関心も表裏一体。実はこの2つはどこかでつながっているのかもしれない。今起こっているさまざまな事件、子供や老人に対しての虐待や孤立問題など、私の中の現代社会への疑問などを今感じるままに、子供という存在に投影して生まれ出た作品たち、あなたの目にはどう映るのでしょうか。